キモニでございます。さてさて、1ヶ月が経ちました。まあ、なんて言えばいいかな、ブルーベリー、ビルベリー系のこのサプリメントので効果ですね。まだ少しなんかありますけど、まあこれ30粒あるはずなんでね、なんかなんで残るのかって話だけど、まあそうやね、途中から飲んでたからかな。だから実質30日は経ってないのかもしれないけど、まあそれなりにはね、効果というか目に対して優しい効果はあったんじゃないかなと思いますが、しかしまあそれの弊害というか、副作用ではないんですけどね、夜更かしですね。夜更かしできるようになってしまったということで、まあスマホ見てたらね、目が痛くなったりするじゃないですか。でこれ飲んでたらね、あんまり目が痛くならないんですよね。いやだからもうなんか気がついたら朝になるまでスマホを見てるみたいなのができちゃってるんですよね。役に良くないなと。これはせっかくね、目が良くなるようなサプリ飲んでるのに夜遅くまで起きちゃうっていうのはこれも良くないですね。これに関しては俺が悪いんでね、別にサプリは悪くないですけども、まあ夜更かしできてしまうという感じですね。はい。まあそんな感じです。まあそれなりにはやっぱりブルーベリーっていうのは前々からね、私もいろいろとある効果あるなっていうのは分かってるので、まあ良かったなと思います。ただどのくらい飲めばいいのかっていうのはね、この書いてないんですね。まあ一粒っては書いてあるんですけど、一粒にどのくらい含まれてるかとは書いてないんで、これに関してはうーんって感じなんですけど、はい、ではでは次、ごめんね、ちょっとそんなに語ることがなくてさ、なんか顕著なことがあればいいんですけど、そこまでないなと。まあただそれなりにちょっとやっぱり変化はあったかなと思います。次、この1ヶ月はですね、サラシアっていうのを飲んでみたいと思います。これですね、まあこれにあるように、これね、木ですね。サラシアっていうのは何かっていうと、これの根っこや幹を食べるらしいです。なんじゃそりゃって感じなんですけどもね、なんかそれをスリランカでは昔から粉にして煎じて飲んでたらしいです。まあ何かしらの空効果があるからそうやってたんやろうね。で書いてある歌い文句としては、なんかついつい食べ過ぎてしまう方へ、食生活の乱れや健康をサポート。まあ、何ができるとは具体的には書いてないんですけど、これをね。プラス、菊芋エキス、プラス、バナバエキス、健康値や毎日のスキル、具体性があんまりないね。これに関しては、1日2粒らしいです。60粒入っていて。特に恨みも書いて、何も書いてないな。まあ、サラシアの粉末があるという話ですね。ちょっと中身見てみましょうか。はい、こんな感じですわ。明るすぎ？これですね。あれですね。エキスタイプではないですね。粉を固めたタイプですね。ちょっと眩しすぎんねん。ちょっと。あかん。もうどんどん日差しが、今昼なんでね。日差しが出てきてしまった。まあちょっと色的には、なんて言えばいいんだろうね、これ。ちょっと色あせた、茶色みたいな、そんな感じです。はい。で、こちら、効果としてはですね、血糖、糖尿病予防らしいです。サラシノールっていうのが含まれてて、それが、
まあ、なんか、血糖値を下げると、糖質をブドウ糖に本来を変えるんですけど、分解する働きが体の中にある。でもそれを阻害すると、阻止すると、まあ、それによって、血糖値が下がるみたいな、ダイエット効果があるみたいな感じです。要はなんかアンチタイプですね、これは。なんかプラスの効果ではなくて、マイナスの効果によってなんか別の、メリットが得られるみたいな感じですね。珍しいタイプだね。っていう感じです。ダイエット効果もあるじゃん。私で結構痩せてるんでね、これ以上痩せてしまうと辛いんですけどね。で、ちなみにね、そんな糖尿病とかなったこともないんで、ぶっちゃけその 効果があるかどうかは分かんないです。便秘も改善するらしいです、これによってね。なんていうんかな、連鎖反応みたいな感じで、何かが起これば何かも起こるみたいな感じで ね、糖尿病の方が飲めばそれなりに効果実感できるかと思うんですけど、ない方が飲んでもね、効果あるかなーって感じなんですけどね。なんで買ったんやって言われても ちょっと面白そうだって買っただけです。では、これから1ヶ月飲んでいこうと思います。ご期待ください。また1ヶ月後にね、結果を報告します。